ボイスサプリ。特に用があるってわけじゃないんだけど、なんかくっつきたくなったの。洗い物？終わった。だってせっかく二人でいられる休みだし、少しでも一緒にいたくて早めに終わらせちゃった。それに普段家事とかいろいろ任せちゃってるし、休みの日くらいこんなん全然やるって。てかさっきから何見てんの？あ、これ前に教えた猫ちゃんの動画じゃん。あ、一番最近のやつ？いや、俺まだ見てない。一緒に見よう。あ、ちょっと待って、飲み物取ってくる。何がいい？オッケー。あ、じゃあついでにお菓子も持ってくるから。一緒に食べよう。はい、どうぞ。はい、ちょっと詰めて。よいしょ。いや、スタートして。かわいい。かわいい。こういう動画ってさ、一回見ちゃうとマジで止まんなくなるよね。なんかもう本当に夢中になってさ、気づいたらあっという間に時間過ぎてたりするし。いや、でも今回のめっちゃ可愛かったね。もう窓際でお昼寝してるのとかさ、めっちゃ可愛かったし、あんな感じで遊んでるのも可愛い。ずっと見てられる。ねえ、なんか見てたらほんと猫飼いたくなる。まあでも、まあ今はいいかな。だって猫ちゃんが可愛すぎて、俺の愛しの彼女取られそうな気がするね。いや、たとえ動物でも嫉妬する。お前の一番近くにいるのはいつだって俺がいいのってことで、膝枕して。え、いいじゃん。彼氏のお願い聞いてくれないの？膝枕。だってさっきの猫ちゃんがさ、飼い主の膝の上でくるまって見てたらさ、え、いいなってなっちゃった。お願い。やった。じゃあ失礼しまーす。柔らかくてあったかくて、それに
いい匂いがする。変態って、仕方ないって。さらに、全部本当のことだし。俺は、こうしてると一番落ち着く。一番近くでぬくもり感じて。なんやかんや言いつつ、甘やかしてくれるし。俺の、大好きな彼女。黙ってなのかな。でもこういうの言っても減るもんじゃないし。お前はどうなの？ちゃんと俺のこと好き？キスは反則でしょ。それに膝枕してる時に俺のリス音なくなっちゃうよ。いいじゃん。今日は、お休みで、やることも、いっぱい終わらせたし。チャンネル登録をして、次の動画もちょっとだけ見てみない？